はい、こんにちは。札幌占い美容師さん、山口の音です。今回は長さをちょっと乾きやすいように、長くて乾きづらいみたいなので肩の長さまで切って、結構今回軽くしたいということなので、裏技のテイクセニングっていうのを使ってちょっと毛量調節しながらエラインを残しつつやっていきたいと思います。カラーの方はこんな、グレージュのカラーなんですけど、ブリーチなしでやっていきたいということなので、あと伸びた時にプリンになるのが非常に嫌だということなので、そのプリンにならないようなグレージュのカラーをブリーチをなしで今日はスムーズにやっていきたいと思います。なんで結構長さは切るかなと思いますので、はい、ではやっていきます。はい、これから切っていくんですが、大体この辺まで切ります。で、彼女の要望で、結構量を取りたいということだったんで、Aラインのスタイルの方が今日やるカラーリングのスタイルには合ってるので、そしたらこのぐらいいっちゃっていい？大丈夫です。はい、じゃあ使うのはショーバルタンでカットしていきます。まずレングスの設定なので、また後でカラーした後にチェックするんですけど、今ドライカットで切るのはなんとなくの場所をちょっと切っていきます。この辺かな、このぐらいはこうなって肩に当たるから、この辺で切ります。はい、このまま上から持ってってショーバルで丸く切ります。矯正のとこ完全になくなっちゃう。今ちょっとバツってなってますけど、あんまり気にしないでください。結構いきましたけどね、一気に。すごい遠く。縛れるので、今度後ろちょっと切りますね。はい、バックの方も、ショーバルタンでこのまま押さえた状態で、こっちのアルバの方で切っていく。あくまでもここは針切りなので、ちょっとまっすぐ気味に切ります。横はあんまりこう U の字にならないような感じで、ちょっとボブが伸びたようなスタイルですねに切っていきます。この長さで、なんとなく今印つけたんで、これで今揃えていきます。で、上からこう持ってきてノーテンションで、今ラインを整えていきます。この時につむじの位置を意識して、ここからまっすぐ引っ張れてるのかっていうのをしっかり確認しながら、このまっすぐに、このつむ、人差し指とこっちの引っ張ってるパネルがまっすぐなってるんですね。で、つむじに対して全部円状で切っていきます。つむじからまっすぐ降りてるかどうかを確認して、はい、ちょっとバックをお見せしますね。どういうふうに切ってるかっていうと、はい、つむじからまっすぐの感じで来てるかっていうのを、ここの A の点とこの B の点がまっすぐなってるのかなっていうのを確認して、これがブレちゃダメですよ。そこがまっすぐになってるなっていうのを確認したら、上からこうします。なぜこうするかっていうと、イングラに入れたいからですね。イングラに入れて切った方が落ち着くので、下から持ってると外跳ねになりやすいので、ちょっとイングラの丸さが欲しいということでそうしてます。はい、でここからA 点から B 点のところがまっすぐなるように、上からノーテンションで持ってきます。で、この時にテンション入れちゃうと、外跳ねになりすぎてしまったりとかするので、はい、この A 点から B 点のラインをまっすぐ持ってきて、ノーテンションでちょっとイングラをイメージしながら、はい、イングラはこの左手で作っていきますね。で、A 点と B 点を結んでるところを取ってきて、はい、でこれちょっとずつずらしていきますね。A 点と B 点をやったところをこういう風にやっていきます。なるべく引っ張らない感じで、その人の癖を生かしていった方がいいので、引っ張っちゃうと癖死んじゃいますから、なるべくその人の癖でやった方が、モデルさん、お客さんが家帰ってやった時に収まりやすいかなっていう感じですね。
でこれで長さ切れたので本当長さだけですね。でここから何をするかっていうと、テイクセニングをしていきます。で今日はもうこのワンレンのスタイルで一回作ってみて、それからカラーやったりとかしてからちょっと考えたいと思うので、今段は一切入れないでちょっとやっていきたいと思います。前髪はちょっと揃えるぐらいで、はい、前髪はもうモデルさんいつも切ってるので R2 セニングでちょっとなぞる感じぐらいですかね。はい、ちょっとずれてるかな。こっち流すんだっけ。あ、特に。あ、そうなんですね。ちょっと今出てるとこだけちょっと。で、R2 セニングの良さは結構自然に切れるので、で、R2 セニングも、コーム入れて切るよりも、このテール使って落ちる位置で切っちゃった方が、より R が入るので、わかりますかね？このテールで切るってことですよね。コーミングしないで、一回コーミングしたらあとテールだけですね。テールで持ち上げてあげて、これ脳天で切るって感じです。こういう風に。で、こっちも、テールでちょっと持ち上げてあげて毛先を切るっていう感じが一番ベストなので、より自然に切る方法です。特にこの顔周りの鉢じゃないか、このこめかみのところとかが上がる方だったり癖が多い方多いから、この辺は伸ばしちゃうとちょっと短くなっちゃう可能性があるので、このようにローテーションで引っ張って切ります。かな、はい、あとは気になっています。こんな感じですね、はい、でこれで揃いまして、でテイクスニングするときのポイントはこっちがどんどん減っていって変なバランスになっちゃうんですけど、これをテイクスニングで切ります。通常はあんまりブロッキング取んないんですけど、ちょっと今日は分かりやすいように取ります。あと毛先がちょっと今重いんで、毛先をペンシルのシザーでちょっとすいていきますね。はい、でペンシルのシザーで削ぐときにはこのペンシルシザーなんですけど、今回の場合はモデルさんあんまり削がない方がいいかなと思うんで、本当に毛先をこういうふうにチョップ入れるぐらいですね。あまり奥まで入れないでこういう感じに、縦に取って、でここにペンシルで柔らかい感じに毛先に動きを出していきます。それぐらいでいいかなと思います。あまり奥まで入れちゃうと本当毛量が減っちゃうので、縦、これも縦に取ってるんですけど、上から持ってこのような感じに縦に取って上から持ってチョップカットですね。こういう感じです。これでちょっと毛先の動きが出るので、こんな感じに。で、サイドもここはちょっと毛先重いとあれなんで、ちょっと入れます。これでちょっとバラバラ感が毛先にちょっと出ますね。で、まあ、彼女ちょっと量がやっぱり結構あるので、こういう場合のみ、ペンシルを若干入れます。普通に削ぐとスライドカットとかでもいいんですけど、もうペンシルで僕はいいかなと思うんで、彼女の場合ちょっと後ろ多いんで若干、はい、やる薬はこちら、ライトナーですね。ブリーチじゃなくてライトナーに、ちょっとグレー手法なんですが、はい、こんな感じで、リパレットはいつも言ってますけど100均のまな板です。これを自分で好きな形にカットしてください。幅が広い方がいいですね。で、ウィービングを取っていきます。で、この時に別のハケ使うとまたこう時間のすっちゃうんで、もうこのこっちのハケでそのままやっちゃった方が早いんでいいと思います。これで取ってって、根元はねちょっと開けた方が最近いいかなと思ってるんで、このような感じに一回根元を片面だけ攻めて、それから毛先をドンっていう感じですね。はい、今日ちょっとスライス厚めでやっていきます。で今度、また取っていくんですけど、はい、根元の方は、ちょっと開けた状態で下にこうハケを寝かしてですね、
なるべく裏面つかないようにしてやっていきます。で、毛先はどんどん量を多くつけますで、根元はかなり今外してるんで、伸びてきたモデルさんが伸びてきた時にあまり目立たないようにしてますね。本当に頭皮の熱で過炭酸ちょっと暴走しちゃいやすいんで、皆さんそこは気をつけてください。で、こんな感じに根元をやったら、毛先はもうこのままボンって感じですね。はい、次ですね。まあ表面はまた別なんですけど、先ほどよりも中間あたりで今取ってるの分かると思うんですけど、はい、根元は1センチぐらい開けてこのままズドンって染めます。はい、こんな感じです。で、次ですね、こんな感じのペースで塗っていければいいかなと思います。で、ここ根元で取るんじゃなくて、ちょっと中間あたりで取ってあげるのがポイントで、はい、こうですね。で、リパレットは毛先の方に使う感じですかね。こんな感じです。はい、今日の撮影終わりました。ハイライト入れて、ブリーチ使いたくなかったんでブリーチなしでハイライト入れて、グラデーションのハイライト入れて、その後にシャンプー内でトナーをしたような感じです。で、これから色抜けて、もうちょっと透明度になって透明感も出てくるんではないかなと思います。今回使った薬剤はリクシーです。はい、追加でちょっとコレスパも使いました。で、カット、彼女は結構長かったんですけど、かなり切って3人分ぐらいの毛が落ちたぐらい すいたというか、でもすいてますけど、テイクセニングっていうのを使ったので、 A ラインの毛先の量は変わらないで量を取るという裏技をちょっとやったんで、今後ですね、限定動画の方で配信させていただこうかなと思うんで、今日もありがとうございました。皆さん、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。